えー、こんにちは今日は「連れ連れ草を読む」の第39回ですね、えー。取り上げますのは、えー、第39段です。九段というか九段というか39段でいきましょう。これは連、えー、れ連れ草全243段あるものを私が 解説をするというのではなく音読をするためのヒントを皆さんに差し上げようという意味でやっているシリーズです。で細かい内容の解説をするわけではなくて今皆さんがご覧になっているこの字面をですね ごく普通に読んでみようかなと思った時にどんなところで区切ってどこにアクセントをつけて読もうかというそういう本当にあの基本的なところを検討しようというわけでありますでもちろん読んでいく時に最低限の言葉の意味というのは理解が必要なんでしょうけれども何しろ 700年前の本ですから今から考えてわ、えー、からない意味だとか想像のつかない意味もあるのですが基本的には研究ということではなくてごく普通に読んでいって使えたところは検討しようかなということで考えてます。でですね あとは今私が解説をしていますけどもいや面倒くさいなとそれよりもどう読んでいるのかその読み方を聞きたいという方はこの動画の下に「何分何秒」という表示がありますのでそこへ飛んでくださると最後の私のまとめの読みがありますので。 解説はいらないという方はそちらへ飛んで、えー、お聞きになってください。でまずそれではあ部分部分を読みながらあかあ区切っていこうと思うのですけども簡単に言いますと記号というのは、えー、スラッシュですねどこで切るかということと、えー、どの 言葉にアクセントを置くかということをこの2点を中心に読んでいきますそれでは読んでみましょうか第39弾ですねある人、ある人は人ですガが,が抜けてますねある人が法然承人に これもそうですね最近やっているのは人物が出てきたらこうやって丸で囲むと「人が2人がいますある人が法然上人にこの鍵がついてますので鍵がついているということは話したんですね念仏の時とあってと申しければとあるある人法然上人になんとかなんとかと申しければと」と言ったと。 何かを聞いいたんだと思いますねこれはどうしますかということを聞いてみたその念仏の時眠りに侵されて念仏の時ですね念仏をしている時に眠くなっちゃって行を怠りはんべることをいかがしてこのさわりをやめやめそうやめ,、うん、やめそうろうらん、うん やめサブラうンダんやめソーローランやめソーロらんあれやめハンベハンベランかやめハンベランですと申しければともう一回言うと念仏してる時眠くなっちゃって行を怠ってしまうとさあどうしたらいいどうやって止められるかと言ったんです聞いたんですねでそうすると答えはどうか これがあのある人が聞いたこっちは法然さんですね。目の覚めたらんほど念仏したまえと答えられたり蹴る。毛にアクセントつきますと答えられたり蹴る。いととうとうかり蹴りかり蹴りこれも刈にアクセントです。簡単な答えですね。 これも面白いです、えー、念仏していて眠くなっちゃったらどうしますかその目の覚めるくらいに念仏をしろと意図とう,とうかりけりというふうにあるあ健康さんは言っていますね。でその後またまた」というふうに2つ並んでるんですけども「またまた」またっていうのはどっちかというと多分あの法然上人でしょう。 でえー、続けて言ったことがあると「往生は一条と思えば一条不条と思えば不条なり」うんこれもね「一条と不条」ってどういう意味かな。往生っていうのはあの世へ行くとかまあ亡くなるわけですけどもあの仏の身元へ行くんだっていうことを「往生」と言ってるんだと思います。行く 生が行く場所って書きますね「王女一条と思えば一条不条と思えば不条なり不条」浮上っていうのはね定まらない。「往生にこれは種類のことを言ってるんだろうか決定するということを言ってるんだろうか」この「一条と不条」っていうのはねなかなかつか、うん、みにくいですけどもこれも尊し。 と言ってますでこれが2つ目ですねこれ12丸丸と振っときましょうかまあ同列にはならないですけどねもう一つ言ったとまた疑いながらも念仏すれば往生すとも言われけりこれもまた尊したうんこれ法然さんもあるし 親鸞にもありますねつまり念仏をが修行である念仏が行なんですよねそれをすることについてもし疑いがあったとしても念仏をするならば往生できますよというねそういう教えまあちょっと不条というのは分かりませんけども一条っていうのは うん一つのやり方しかないっていうのかしらあるいは不条というのはいろいろな往生の仕方があるよっていうことなんでしょうかねこの2つ目のところちょっと分かりませんけども、えーまあ、比較的つれづれ草の中ではまあ意味が取りやすいそう難しくはないところかと思いますね。 でついでに言いますとこの6の6往生の,のところに6というね数字がついてるんです。で私の頭の上にあるこの岩波文庫のワイド版というものをこれはあの今ここに画像にして解説をしているのですがこの甲冑注釈を書いているのが西尾実さんという方なんですけどこの岩波のこの本の場合には「 えー、現代訳みたいなものはついていませんね。で単語の意味が少しついている、ね、それを、えー、見ると単語の意味はおよそつかめるんですけども全体の意味というのはやはり読んだ人が考えるしかないというねそういう形になってます。というところで、えー、まとめて読むことにしましょうか。 では、えー、読みます「第三十九段ある人法然上人に念仏の時眠りに侵されて行を怠りはんべることをいかがしてこの触りをやめはんべらん」と申しければ。 目の覚めたらんほど念仏したまえと答えられたりける意図尊かりけりまた往生は一条と思えば一条不条と思えば不条なりと言われけりこれも尊しまた疑いながらも念仏すれば往生す とも言われけりこれもまた尊しというところです。今使えたのは2行目のね「やめはんべらん」「やめはんべらん」えー「やめられますか」ってこのハ「はべらん」ではなくて「はんべらん」というのこの「運」に力を入れるんだというのを私が、えー、教わったのは高校3年生の時の。えー 国語の先生ですね私高校3年でつれづれ草を、えー、数,の数学3の代わりに、えー、文化系の大学を受験しましたんで数学を取らずにこのつれづれ草を読んだ、えー、勉強した思い出があるでその先生から「ハベランではないと「ハンベランハンベル このハンベルという力を入れて読むんだということを教わってなるほどなと思ってねそれはあの大変感心しましたこの先生の思い出についてはこの「つれずれ草」の何回かに繰り返し繰り返し私語っていますけどもね皆さんまたあのこの書く談を追って聞いてくださると。 どこで私が語っているかお分かりになるかと思います今日はこれで終わりにいたしますそれではどうもありがとうございました